こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、 USB ケーブルで iPhone に充電なかなかできるやつがなかったんで、あえてね、格安ケーブルを Yahoo ショッピングで買ってみました。商品はこちらになります。これです。見てください。急速充電1メートル、1.5メートル、2メートル、3本セットで740円ということで販売されてますよね。はい。で、私選んだの赤なんですけども、このように3本セット買ってみました。実際にこれがおそらく2メートルで、こちらが1メートルと 1.5 メートルだと思います。この3本セット、これが使えれば非常にお得なんですけども、大体ですね、何回か使ってると充電ができなくなったりするのが多いんですよ。まあそれはある意味消耗品として、これね、正規品ではないですからね、考えていかないといけないのかなっていうところがありますけども、データ転送ですよ。もう一個言いたいのが、パソコンと iPhone をつないで音楽の共有とかがね、できればいいんですけどもね。今回それどうでしょうか。ちょっとやってみたんで、動画の方ご覧ください。はい、まずは充電に関してなんですけども、2メートルのケーブルね、こちらを使ってみますよ。あ、すぐに充電されましたね。充電に関しては OK です。じゃあ先ほどは2メートルのケーブルでやりましたけども、1.5 メートルのケーブルはいかがでしょうか。あ、すぐ充電できましたね。 OK です。はい、2メートルと 1.5 メートルはすぐに充電してくれました。じゃあ1メートルはどうでしょうか。だいたいね、短いケーブルほど反応がいいんですよ。大丈夫ですね。はい、じゃあデータを転送できるかどうか、こちらの方を見てみましょう。 USB の端子の方をパソコンにつなぎました。で、こちらの、じゃあ、ちっちゃいライトニングの方をね、ここに挿しますよ。パソコンから給電されてますね。で、エクサスリを使用するには iPhone のロックを解除してくださいって出ております。iPhone のロックを解除。どういうことなんでしょうかね。お、パソコンの方反応しました。ロックを解除して、この、スタメンに移ると、どうも、パソコンからのね、データ転送が行われてるみたいですよね。はい。あ、大丈夫そうですね。このコンピューターを信頼しますかって書いてますから、信頼するというふうにクリックしていきます。あ、データ転送しますね。これいいな。安いのに。すごい。まあ、もちろん、しばらくしたら多分使えなくなるんだと思うんですよ。うん。要するに、こういうふうな安くていいのが出回ると、それこそ正規品も売れなくなるし、こちらの、今回買ったケーブルね、こちらの会社のですけども、これのリピートも起きないんで、私が理解できるのは、ある程度使ったら、使えなくなるよと、回数制限を案に作っているよっていうのは、全然商売として成り立つと思うんで、私はそれは OK だと思うんですよ。まあですんでね、やっぱりこう、半年ぐらい使えたらいいかな、みたいな感覚ですね。で、ケーブルとしては2、300回使えたらいいかなと。で、180日保証っていうのをやってくれてますけども、そうそう。だいたいね、半年ぐらい使えて、半年ごとに買い替えるみたいなペースで私は全然納得なんで、これはいいんじゃないですかね。うん、早速、音楽をね、移していこうかと思います。ということで、今回の格安ケーブルは大成功でした。J Remind っていう会社の商品ですね。J Remind。はい。喜びと高品質、革新的な製品をあなたにと書いております。私の所感を申し上げましたのは、半年ぐらい経ったら買い替えないといけないようなケーブルでもいいよってことだったんですけども、この会社がそういうふうにわざとね、一定の期間を設けて使えなくしてるのかどうかはわかりませんからね。これは私の考えとして、そういう商売あるよねっていう理解を示したところであって、もちろん消費者としてはね、これが半永久的に使えた方がいいわけですよ。でもそうなると会社が儲かんないんで、会社が続かなくなっちゃう可能性もあるんですよね。で、私はこういうふうに思うんですよ。やっぱり共存共栄と言いますか、消費者が一方的に得になるんじゃなくって、販売者さんも一定の利益を確保してリピートが起きてくる仕組みを作っていたことによって、消費者も販売者も成り立っていくみたいなね、うん、そんな感じがいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ近くのね、中華料理店があるんですけども、私の家の近所のね、うん、やっぱりね、安いんですよ。美味しいし、量もたくさんあるし。そうなると、この中華料理は儲かってんのかなと。
いずれ潰れちゃうんじゃないかなって心配があって、潰れちゃうのが一番ね、消費者としては痛いんですよ。まあ、ですんで、いい会社にはね、ずっと利益を確保していただいて、楽しく、ホワイトな労働の中でね、頑張って商品を供給していただきたいなと思うのが私の感想でございます。じゃあ今回はペイペイモールで買ってみました。iPhone 急速充電3本セットということで、データ転送も充電もすごく反応が良かったというふうな好印象でございます。星5つ授けたいと思います。よろしくお願いします、これからも。